マサルネガイデラは、茨城県古賀市にある新州大谷派の寺院。号は、和シ高山純聖院。本尊は、阿弥陀如来。浄土新州の関東七大寺の一つ。磯部マサルネガイデラとも表記される。会期については、諸説あり、井上前世によるものとも、県略年間に、親鸞の教えを受けた、名声によるものとも、前世の子で、親鸞の弟子である。 前親によるもので、宝治2年に、信濃国水内軍藤野木村に創建したとも、伝えられている。井上氏は、信濃源氏の流れを組み信濃国を本拠地とした、豪族であり、越後国への流罪の後に、日立国稲田周辺で布教を行っていた親鸞と、出会い、帰還したものと考えられている。常時6年頃には、下宇佐国佐島軍から、 信濃国さら信濃郡支えに寺元を移転したと見られている。この時期から、信濃国及び越後国における浄土新州の共戦を拡大させ、西久保勝義寺と西源寺、普岩寺と間又勝義寺、岩生寺、本寺からなる伊相部六家寺を形成した。浄土新州の総本山である本岩寺との交流も活発に行われた。 当時の第十二世住職、吉国は第八代、蓮女と信仰があり、第十三世住職の善助は蓮女から本尊を、下布された。また、天文十六年八月から同十七年二月に、かけて第十代、少女の下で三十日番を務めていることから、当時が本願寺の末寺の中でも、比較的高い立場にあったことが推測される。戦国期に入ると、 小学坊との関係を深め反映した。大英三年に、第三大房の足利高本から磯へ合し、内大坊宛てに金星が下されているが、これは、高本と小弓房足利義明との間で、戦闘状態となっていたことから、当時が軍勢の乱暴を禁ずるよう高本に願い出たものと、推測される。また、金星を記した文書にある、大坊とは当時を指すものであり、 繁栄を示すものとされる。A62 年には、古学防火神で、関屋土城市の柳田聖助から当時に対して、磯部里の五官文の事業が寄進されている。A69 年には、関東振興を繰り返す越後国の上杉謙信の動きを牽制するため、第五大工房の足利義氏から、加賀国の本税寺へ使者として派遣された。また、A611 年には、 吉氏が、からしましょう。子が、品野大田層の道筋で、地域外への物資輸送を禁じる、二度目を行ったが、当時に対しては5匹後処分の過小を発給し、下佐と品野の,の地域間を結ぶ物流を担った。こうした措置については、当時の住職が、小学坊の支配地域外へ死者として赴くこともあった、ことから、その便宜を図ったものと推測される。この時期、 一向衆都と関東地方を結ぶ役割も担っており、大英三年の北陸一向一揆の際には、当時住職の不元が、浄土新州第九代、実女から、古学坊への使者を務め、英六四年の英地後一向一揆の際には、交渉役を務めた。元気元年から天正八年にかけて、本願寺勢力と、織田信長との間で行われた戦いにおいて、当時及び、 磯部六花寺も石山本願寺に対して門徒や兵糧を送るなどの支援を行った。石山合戦の講和後の慶長7年、浄土新州は東本願寺を本山とする新州大谷派と西本願寺を本山とする浄土新州本願寺派とに分裂した。これにより地方の寺院でも勢力争いが活発化し、磯部六花寺も東西に分裂した。 当時も当初は西本願寺に属していたが、元那九年までに東本願寺へと変わった。江戸期には浄土新宗の関東七大寺の一つと称され、江戸幕府から朱印地十国を与えられ、古賀藩同一氏家臣の寺田与左衛門から五藩部の友仏殿の寄進を受けた。寺内には古賀市の文化財に指定されている中世、関連文書などのほか、伝虜筆、 阿弥陀如来画像や赤宿藩主、久世広春の妻が嫁ぐ際に使われたとされるカゴが残されている。ありがとうございます。